雲の糸、芥川龍之介。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いてる蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたつずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や梁の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹道端を這っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、このいやこれも小さいながら命あるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだと、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったことでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのをお思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそーっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをお下ろしなさいました。この血の池はぬるぬるして浮いてるのがやっとな。おい、俺にぶつかるな。おう、お前も俺にぶつかるな。ちょっとでも油断したら針の山に串刺しになっちまう。寒くて寒くて真っ暗闇の中
聞こえてくるのは罪人のうめき声だけだ。おや、あれはなんだ。高い空から闇の中を一筋の光が降りてくる。あれはなんだ。銀色に輝く糸のようなものが俺の真上に降りてくるぞ。なんだなんだ。うわあ、これいいぞ。この糸を登っていけばもしかすると地獄から抜け出られる。いやいやいや、これはうまくいくと極楽へ入ることもできるのではない。血の池も針の山もおさらばだ。よし、この糸をしっかり握り、さあ上へ上へ。よいこら、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 もっと上へ。よいこら、地獄から極楽までは何万里もあると聞いてるが、やっぱりこれ疲れたぞ。よいこらっしょ、あ、よいこら、あ、もうダメだ。もう少し、もう少し、あ、もう手も足も動かねえ。よし、ここで一休み、一休み。だいぶ登ってきたな。おお、血の池も針の山も見えなくなってる。いや、このまま頑張っていけば地獄から抜け出されるに違いない。や、なんだありゃ。お、大変なことだ。糸の下の方から大勢の罪人たちが俺の後をつけて、アリの行列のように上へ上へとよじ登ってきやがる。なんということだ。俺だけでもこの細い糸がいつ切れるかもしれないのに。もし万一この糸が切れたなら、せっかく登ってきた俺までもが元の地獄に逆落としになっちまう。いや、こう言ってる間にも罪人たちは何百何千となり、血の池からうようよと這い上がってくる。今のうちに何とかせねば。こら罪人ども、この糸は俺様のものだぞ。 お前たちは一体誰に許しを得て登ってきた。降りろ降りろ降りろ。その途端でございます、今まで何ともなかった雲の糸が急に神田田のぶら下がっているところから音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って、雲のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が地の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から逃げ出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると浅ましく
おぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽ももう昼近くになったのでございましょう。琴宮地真由美、十七弦大久保典子、朗読中島光三、朗読演出脚色中島恵子、以上のメンバーで芥川龍之介、雲の糸をお届けいたしました。